宇佐美空のまるまるやってみた。今回はメンバーみんなをおもてなししちゃいたいと思います。はい、ということでおもてなしっていうか、もうみんなにご飯は作るよって多分言っちゃダメだったんですけど、言っちゃって、昨日言っちゃったらしい言っちゃって、でも何作るかっていうのは言ってないので、今回は作っていくのはハンバーグ、チーズインハンバーグとコンソメスープと簡単フレンチトーストを作っていきたいと思います。イエイ。ハンバーグはまずチーズインハンバーグっていうのがポイントで、っていうことですか？そうだね、ナツメグ入れたい。ハンバーグにはナツメグを2振り入れるとなんか美味しくなるらしくって。何が変わる？味？ちょっと匂い嗅いでみます。お肉の柔らかさとかが変わるわけじゃない？おー、なんかすごい、なんかなんか生姜、ジンジャー系の匂いがしますね。あ、香り付けって書いてあります。香り付けに入れました。美味しくなる。2振りですね、これは。あとはなんかお塩も買ったんですけど、なんかこのうまみ調味料っていうのを買って、これは2振り入れるといいよって書いてあったんで、とりあえず買ってみました。そんなもんかな。あとメープルシロップでーす。今日でもつけようかということで、早速もうね、タイムリミットが1時間しかないので、ちょっとねダッシュで作ります。初めてです、こんなに急ぎ目で。あ、いいんじゃない？あ、いいですか？いいんじゃない？いらっしゃいませー。あとデミグラスソースも作るんですけど、それは中濃ソースを入れるといいって聞いたので入れて作ります。それでは早速作っていきたいと思います。切れた。はい、ということで、まずはハンバーグを作っていきます。まず玉ねぎをみじん切りらしいんですけど、ひとちゃんは料理結構するの？私は料理はしますね。この間はもう自分で自分の料理作って3食とか生活しました。お母さんの分も作ってあげるの？おむすびとかを作りました。およし、では玉ねぎのみじん切り、140だから、150ぐらい。すごい、なんかさあちゃんそれっぽい。待って、玉ねぎのさ、剥く時間考えてなかった。 ASMR みたいになってるかも。お父さん、楽しんでください。やばい、これ3品作れない気がする。結構時間ないんだよね。だよね、時間がないです。 140g ですから、半分にして、あ、もうこれぐらいでいいじゃん。半分使います。じゃあ、みじん切りにしていきます。みじん切りってどうやってやるんだろう。まあでも適当に。今みじん切りどうやってやるんだろうってはい、でも多分とりあえず適当に砕けばいいって感じですよね。ダウト？なんか私、なんかさ、いろんな切り方があるんじゃないですか。そうだよね。そう、だから、でもまあ、とりあえずこう切って。お、意外と目痛くならない。力じゃん。これからか。え、全然痛くない。みじん切りって時間かかりますね。結構やばいな。今8分。やばいやばい、もう私の計画では15分にはもうハンバーグの素は作り終えてる。じゃああと5分ぐらいいいんじゃない？5分ぐらいみじん切りしてる。
感じ。ちょっと玉ねぎ大きめのあれになっちゃうかも。昨日みんなに言ったんです、あの明日おまつないするよって言ったら、ちょっと当てられちゃって品物を。ハンバーグって当てられちゃって、でも違うよっていう反応をしてきました。違うよって反応したんだ。そう、結構あ、でも和風にも洋風にもなるみたいな感じで言っといた。私ちょっと急いでて大変だと思うんですけど、はい、一応動画でして、あ、喋っていただくことが。わかりました。こんなもんかな。ちょっと大きめでもまあわかんないでしょう。どうした？キッチンペーパーで水気を絞る。まあいいか、これは。まあ水気は絞らずいきます。あ、あらあら、まあいいや、ちょっと時間ないので。あ、そうじゃん、あと5分で。あ、15分、やばいやばい。ということで、まあ、一旦このここに入れます。入れる意味わかんないけど。次は、合いびき肉を素早くネトネトにこねる。ラップをして冷蔵庫で冷やしておく。大きいけど、とりあえずこれで。おお、すごい、おいしカメラみたいについてちゃってる。いやー、ということで次は合いびき肉をこねます。得意じゃないそうだね。じゃなくて、わ、ちょっとまだしてないのよ。まだしてない状態で、ちょっと急ぎ目で。やばい、美味しいかな。あ、お、お、あ、52入れちゃった。料理ってそういうもんだ。で、ケチャップと牛乳を、35cc、 35cc ってことは 35g 入れればいいってことですかね。 cc? まあいっか、 35cc なんで 35g 入れます。35じゃない、だから35だから45ぐらい。35だから、45ぐらい。50でいいか、50でいいか。45、80ぐらい。あ、60入れちゃった。で、パン粉30だから60。あ、50か。これさ、あるかな。
すごい、やばいやばい、ゼロ秒にするの忘れた。10だから、40、あと40。フレンチトースト間に合う？間に合わない。あ、来た来た来た。醤油は、醤油 8cc。 8でしょ。8だから、まあ、12ぐらいか。喋った喋った。だから完成。胡椒2振り。あ、ちょっと間違えちゃったかもしれない。こういうやつ、2振りの感覚が分かんない。1、あ、2、3、4、これね。2振りで、うま味を2振り。まあだから、しょっぱいかも。で、ナツメグ。うわ、ナツメグ出ました。ナツメグの2振り。まあ4振りぐらい。お、匂い、香り。塩が大さじ2分の1。大さじ1って多分 15g だった気がする。すごい。だから 7.5 ってこと。大体想像でやればいいね。確かに。これがやったな。卵が2個だから3個入れるか。え、いいですか。これを混ぜ合わせる。大さじあった。でも 15g だから合ってるわ。これを混ぜます。絶対違う、これじゃなかった、混ぜるやつ。あ、ぽいぽい。じゃんじゃん。結構やばいですね。でもスープがパパッと作れるから、みんながに食べてもらってる間にフレンチトースト作ればいいのか。デザートおお、その間に。そう、スープ分の玉ねぎとかは先に切らないって感じ。あっ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 。なんかツナみたいになりました。今度はこれを混ぜ合わせるので、ハンバーグこれをこねるコツがあって、あのお米を洗う感じで気持ちの2倍混ぜて、なんか手の感覚がおかしくなるぐらいまでこうお肉と一緒に混ぜ合わせます。あ、お米洗う感じか。こうか、お米洗う感じ。こう、あ、でもちょっとぽいかもしれない。ハンバーグ作ったことありますか、皆さん。私はあります。ちっちゃい頃に。でもあんまり覚えてないので、どんなあれだったか。こんな感じかな。よし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 。じゃあ、形を作っていきます。どれぐらいかな。ちょっとでかい。あ、チーズインするんだった。だからちょっと待って、もうちょっとかな。すごい。ちなみにおそばさんあと30分です。やばい。30分ですか。あと30分でみんな来ちゃう。やばいやばい。ちなみに1人1ハンバーグですか。はい、1人1ハンバーグです。パジャマ食べる。あ、
考えてなかった。ゆうちゃんも食べたよ。私も食べます。なんかみんなからチーズインハンバーグがいいなみたいな感じで言われたんで、チーズインにできるようにちょっと人によって個体差があるかもしれない。オッケー、これで一回作れたんで、とろけるチーズ、これを開けます。チーズをなんかこうちょっと大きいかも、いや大きいかも。え、これの半分じゃちっちゃいですかね、チーズ重ねてる。あ、そっか。おお、こういうことか。オッケー、よし、IH 初めてだ。初めてではないテラテラ熱くなっています。いや、自分に当たった。油を敷きます。それと合わせて今、結構な爆弾ハンバーグでございます。ボリューミーですね。みんな食べきれるのでしょうか。食べきれなかったら私が食べます。よし、チーズインできました。なのでもういけるかな。じゃあ焼いていきます。よいしょ。あ、なんかジュって言わない。まだって結構焼いてます。うわ、うわ、いい匂い、やばい、うん、いい匂いする。これを入れ、こね終わったらソースを作ります。あ、ジューって言ってますね。待って、めっちゃでかい。ちゃんと火通るかな。爆弾、爆弾ってどうじゃない。いろいろパニック、ね、あ、ちょうどいいサイズになった。おー、これぐらいですよね。チーズ漏れ出てきませんように。10分前するじゃん。やばい、やばい。私の計画だともう今フレンチトースト作ってる。だからやばい。あ、じゃあ設定送るから、それで。あ、オッケー。あ、スタンバイしててみたいな。あ、オッケー。とりあえず来た。お腹すいたね。今日朝ごはんもお昼ごはんも抜いてきた。えぐー。デミオムライスかもしれない。あ、確かに。いいね、もうちょいだ。もうちょい。マハイさんにも言ってるらしいです。こんなはずじゃなかったって顔してて。ラーちゃんが。ソースね。こんぐらい焦げてるよ、全部ハンバーグだ。だってソースはさ、かわ
やばいよね。そう、やばい。アイイチが一つしか使えなくてこんな感じじゃなかったってなった。そう。何作ってるの？ハンバーグ。なんかハンバーグだったらしい。やっぱりやっぱハンバーグだったらしいよ。かわいい。完成って書いてる。星マークね。かわいい。しかもなんかチーズあるよ。ちゃんとチーズいいんだよ。マジ？昨日ね、うん、そうちゃん、それ食べに行ったことあるって言ったの、はるかと、うん、で去年ちょうどなんかマジで、すごいビルの上の方高いところで食べたのよ。だから高めの建物で食べたって言ったの。ほんでじゃなんかそう、ナスネートみたいな。何で食べた？何で食べたって言って、それナスってなって、でそれで2人で食べたのか、そのママたちと一緒に食べたのか、ママたちと食べたって言って、もしかして高いところで食べたって言ったら、高いところで食べたって言ったら、もうほぼほぼ高い言っちゃったんだ。もう美味しい。やばい、もう早く早く出来たてを食べてもらいたい。ご飯チンとかしとこうか。
から。はい、おいい感じ。あ、いい匂いするね。あとなんだっけ、何しようとした。あ、大さじ1だから大さじ 5？ 煮込む、とりあえず。それ終わったらもういけるね。もういける。魔女のスープみたい。ちょっと味見します。いきます。すごい重たいな、これ。どっちの顔、どっちの顔、美味しくなる方が顔。なんかそれ共有してね。また来週。また来週。